はい、今日のロスジェネなんですけども、登場人物は53歳の男性です。10年ちょっと同じコンビニでずっとアルバイトをしてるそうですね。で、彼の年収はだいたい150万から200万の間で、まあすごくね、窮屈な暮らしはしてるみたいですけども、ただ日々生きがいに溢れて働いてるらしいんですよ。まあ主なのは2つです。一つはですね、仕事の環境でものすごく生きがい、やりがいを持っているそうなんですよ。コンビニの作業はもう大変つまらないぐらい慣れていて、どっちでもいいみたいな感じなんですけども、入ってくるアルバイトが大体高校生から大学生ぐらいの若い世代らしいんですよね。17、8歳から22、3歳の若い人が入っちゃう抜ける、入っちゃう抜けるしていくんで、主にはそういった人たちの、まあ、指導係をされてるらしいんですよ。まあ指導係といっても立場的には、まあ時給もほとんど変わらない同じ立場のアルバイトなんですけどね。でも、その方、53歳の彼なんですけども、若い人たちに仕事を教えながら自分のやりがいや生きがいを感じてるそうなんですよ。で、教えてることはいつも一緒なんで、負担はないし、で、素直にみんな聞いてくれるし。うん。たまに突っ張ったやつが入ってきても、なんかしばらく一緒に働いてると、なんか和んじゃうそうなんですよね。特にコミュニケーション能力が高いわけではないんですけども、さすがに十数年コンビニの店員やってると、コンビニのことは隅から隅まで詳しかったり、いろんな特典とか知ってるんで、ものすごくね、尊重されるそうなんですよ。でも彼は別に成長進化してるわけじゃなくって、同じネタ、同じスキルをずっと使ってるだけなんですよね。まあですんで、立場的にはあんまり変わらない。客観的に見たら、なんかロスジェネのすごくかわいそうなフリーターだねって見られることもあるのかもしれない。でもすごく充実してるらしいです。仕事の環境に不満はなくって、できれば出世よりもこの地位がずっと続けばいいのになと思ってるみたいですね。でも将来的な不安はあるそうです。それは自分が年を取って言ってることと、このコンビニがいつまであるかなっていうことらしいんですよ。で、年齢を重ねていくとね、だんだん貫禄もついてきて、一見店長みたいな風貌なんですよね。だからそれがプラスに働いて、ちょっとやりがいにもなってくるし、それからオーナーから見てもね、すごく頼られていて、まあ、何々さんがいるから、この会社持ってるよ、っていう風なね、本当に声掛けがあるだけで、俺がやんなくちゃな、やっぱ回んないよね、みたいな、社会的意義も感じてるみたいなんですよ。でも、同年代の人たちから見ると、やっぱりね、正社員で、家族がいて、年収5、600万で、みたいなの、羨ましいなって感じるけども、でも反面、ものすごくその生活から逃れられない、まあ、奴隷みたいな暮らしにも見えるそうなんですよ。自分はそこまでキツキツじゃないし、自分はとりあえず入ってくると早くってくる人が尊重してくれるし、やりがいはすごくあるなって感じてるみたいなんですよね。で、もう一つなんですけども、生きがいやりがいで言えば、確かに生活は食っちゃ寝て食っちゃ寝てバイト行ってみたいな、まあ単純でつまんないものかもしれませんけども、なんかね、好きな、二次元アイドルがいるみたいなんですよ。で、いわゆる萌え系のゲームとかキャラクターグッズを買いながら、ものすごく充実したプライベート生活を送ってるみたいです。で、地下アイドルのイベントがあったら行ったり、握手会行ったり、チェゲ取ったりとか。で、そういったことのためにも、今の生活ってのは、職場環境ってのは失いたくないらしいんですよね。で、まさに自分が追い続けてるのが高校生、そして大学生ぐらいの地下アイドル。年齢で言うと、17、8歳から22、3歳。時にはね、小学生の地下アイドルとか中学生の地下アイドルとかもいるみたいなんですけども、そういうのも込みで応援して、自分が育ててあげてるみたいな感覚らしいんですよ。で、すごく大切にされてる、そういったね、地下アイドルさんに大切にされて、ツイッターでもね、ものすごく盛り上がってるみたいなんですよね。で、イベントにはほとんど参加できるのは、今みたいなバイト暮らしだからみたいなんですよ。つまり、360度、どこを見ても、俺はいい人生を送ってるなと思ってるらしいんですよ。ただ社会的評価ってことになると結構苦しんで、そこは考えないようにしてるみたいですね。いつもニコニコ楽しくってウキウキして、次のイベント次のイベント、次の休日次の休日、本当になんかずーっと夏休みを過ごしてるみたいな感覚だそうです。まあ客観的に見たら分かんないような過ごし方もあるんですよね。いやでもね、こういう風に楽しそうに話してくださるこの53歳の彼に、私は最大限の幸せとエールを送りたいですよね。こういう幸せの掴み方もあるんだなっていうことを改めて感じました。